グネフヌイ級駆逐艦は、ソビエト、ロシア海軍の駆逐艦である。グネーブヌイ級とも、ソ連海軍の計画名は7型駆逐艦である。36隻の建造が計画され、30隻が竣工した。一部は、中国海軍に譲渡され、安山級駆逐艦に改名されて1990年代まで運用された。5年計画による工業力。 軍事力拡大を目指したソ連は、1930年代初頭に大規模な海軍増強計画を検討し、48隻の駆逐艦の整備を計画し、その一環として本型の開発が1933年より開始された。開発にあたってはイタリアからの技術導入を行ったため、イタリア製艦艇の特徴である高速性、低量派生などの形質を継承している。 1935年より建造が開始されたが、収益後に各種の設計上の欠陥が発覚したため、これを改善したストロジェボイ旧駆逐艦が開発された。1950年代には、レコールドヌイレスキーレシーテリヌイレチーヴィは中国に引き渡され、それぞれ安山、武順、長春、大元と解消、安山旧駆逐艦となった。グネフヌイ旧駆逐艦。 ブディテルニー1942年頃撮影本級の船体形状は強く傾斜したクリッパー型艦首から艦首甲板の還元部のみ高い単線手楼型船体を採用している。全く反り返りのない艦首甲板上に 13cm 速射砲、お棒立てのついた単装砲がで1.2番手砲を背負い式で2機を配置。即居技を乗せた露天式の環境の後方に 簡素な短脚式の全部マストが立つ。3機のボイラーを直列に3機を配置したために、集合式の1本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットを片源2組の計2組により運用された。後部マストを挟むように、中心線上に53.3センチメートル3、連装魚雷発射管を前後に1機ずつ、計2機を配置していた。 後部魚雷発射管の後方に後ろ向きに3.4番手法が、後ろ向きに背負い式配置で2機の順である。本級の手法には、パターン 1936-13cm 速射砲を採用した。その性能は、重量 33.4kg の砲弾を行角45度で 22,314m まで届かせることができた。方針の不行能力は、行革45度。 不覚ご度で、旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていた。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分6から10発であった。これを棒立てのついた単装砲がで4機が搭載された。対空兵装として、パターン1 9 3 5 7 6 2トル広角砲が採用された。その性能は、 重量 11.5kg の砲弾を行革45度で 8970m まで、最大行革85度で高度 6500m まで届かせることができた。方針の不行能力は行革85度、深く5度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は遮蔽物に制限された。装填形式は自由角度装填で、 発射速度は人力装填のため毎分15から18発であった。これを単装砲がで2機を装備した。さらに、近接防空火器として、1934年型 21K45mm 広角砲が採用された。その性能は、重量 1.41kg の砲弾を行角45度で 9200m まで、最大行角85度で、 高度6000メートルまで届かせることができた。方針の不行能力は、行角85度、深く10度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は遮蔽物に制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分15発であった。これを単装砲火で2機を装備した。さらに、近接防空火器として、 DSHK12.7mm 機銃を単装砲画で4機装備した。他に対艦攻撃用に 53.3cm3 連装魚雷発射艦を計2機と対戦用に爆雷25発、航路封鎖用に機雷95発を搭載可能であった。ありがとうございます。